フィギュアスケート東日本選手権第1日3日、青森テクノルアイスパーク八戸。女子ショートプログラム SP が行われ、2016年世界ジュニア女王の本田真凜 JAL は 51.84 点だった。冒頭に3回転ループ、2回転トーループの連続ジャンプを降りると、続く2回転アクセル、2回転半ジャンプも着氷。最後の3回転トーループで片手をついたが、笑顔で演技を終えた。9月の東京選手権後、好調を維持していただけに、最後のジャンプは、自分から手をつきに行ったくらい。成功できたジャンプなので悔しい、と苦笑いだったが、落ち着いて伸び伸びと演技ができたと思うので、よかった、とうなずいた。12月の全日本選手権、長野、出場切符をかけて、上位5人を争う今大会、例年に比べても、5人というのはすごく少ないかな、と、9年連続の出場切符は狭きもんだが、自分の力を発揮できれば、絶対にいけると思う、と力強い。SP の最終グループを残した時点では上位につけ、4日のフリーで5枠に挑む。本田真凜は、フリーの方が、ショートよりも自信を持っているので、明日も大好きなプログラム、楽しく滑りたいと思います、と意気込んだ。フィギュア、明治第4年の本田真凜 SP4 位、大切にしたい、卒論三万字、節目の1年、一問一答。フィギュアスケート、東日本選手権、3日、青森、テクノルアイスパーク八戸、女子ショートプログラム、SP。9年連続となる全日本選手権、12月、長野、出場権獲得を目指す本田真凜、22=JAL、が 51.84 点で4位発進した。フリーは4日、上位5人が全日本選手権へ進む。SP 後の主な一問一答は以下の通り。演技が終わった直後、頭をポンと叩いていました。本田真凜ジャンプの成功率が上がっていて、最後のジャンプは、わざわざ自分から手を、氷に、突きに行ったぐらい、の感覚になるミス。それがすごく悔しいですし、もったいない、と感じました。ただ、ちょっと時間が経ってみると、最近の試合の中では、のびのびと、一つ一つ落ち着いて演技できたと思います。12位通過だった9月の東京選手権からは、どこに重点を置いてきましたか？本田真凜スケートをやってきた中でもブロック、東京選手権から東日本まで、たくさん練習をしてきて、SP もフリーもジャンプ、構成を上げています。その中で明日も、今日以上にいい演技がしたいです。全日本選手権の切符は上位5人。どのような心境でフリーに向かいますか？本田真凜ショート、SP が終わった時点で、5人に入れる位置にいることが、今の時点では大事かなと思っています。フリーの方がショートより自信を持っている。例年に比べても全日本切符が5人は少ないけれど、自分の力を発揮できれば絶対にいけると思っています。大学4年生で臨む全日本選手権への道は、これまでと心境に違いがありますか？本田真凜今まで小学校4年生の野辺山全国有望新人発掘合宿から一緒にやってきた選手のみんなと、もしかしたら今日や明日で現役という部分で共演するのが最後なんじゃないかと話したりする年齢になりました。お兄ちゃん兄太一さんの世代が引退するときに、自分自身は実感がなかったけれど、今大会は特にそういう気持ちが強いです。今までやってきたことを出し切れるように、緊張以上に楽しく、後悔のないように。全部失敗しても、良かった、と思える演技をしようと思っています。東京選手権からの仕上がりはいかがですか？本田真凜東日本は1年の中でも一番緊張する大会。1ヶ月前から夢に出てきたり、練習で調子が良くなかったら試合が近づくのが怖くなります。今日も自分の演技前はむちゃくちゃ緊張したけれど、6分間練習、朝の公式練習でもミスなく挑んだジャンプは、全部飛べるぐらいの状態まで持ってこられています。その中で、仮に全部失敗しても、悔しい、とすら思えないんじゃないか、というぐらい練習がいい状態です。今日は最低限はできたんじゃないかなと思います。滑っている最中はどのようなことを考えていましたか？本田真凜試合との向き合い方で今日もすごく緊張したけれど、ジャンプの前に注意点とか、自分が気をつけているところを口ずさみながら、自分と話しながら緊張感を紛らわせてやっていました。それがいい方向に転んだんじゃないかな、と思います。
最後のジャンプで緊張して氷に手をついてしまったのは、明日改善していきたいです。今回は青森の八戸で遠い場所だと思うんですけれど、練習、コールされた時、終わった後と、たくさんの方が自分のバナーを振ってくださって、歓声をたくさんいただきました。いい意味で試合という感じじゃなく、お客さんに楽しんでもらえるように、と考えて滑ることができたと思います。大学4年生、学業との両立はいかがですか？本田マリン今は卒論の時期で、3万字書かないといけないです。それも両立しながらやっていますし、4年生で大学もラストスパート。すべてを楽しんでいます。大学4年生は、いろいろな意味で区切りの年。一つ一つ、毎日、今まで当たり前のように過ごしてきたスケート、学業の日々を大変だな、って思うより、大切にしたい。今しかできないので、そう考えています。